斉藤もさくんです。今回はこちらです。都営三田線の三田駅に来ております。はい、ということで、三田駅を下車します。なんとここでね、JR と乗り換えができるんですよ。結構近いんですよ。あと185m ですね。あ、これ降りると2分どころか結構歩くよね。もうまだ上上がらそう。ようやく、はい、今多摩地域でございます。2、3分かかるんで、もしかしたら大手町と変わらんかもしれんけど、まあまあ乗り換え意外とこれでいいかもしれない。東京までは約3駅やな。なので、はい、多摩地域の3、4番ホームにやってきました。ここだったらこの常磐線から直通する列車もね、取れますので、こんな感じで、こちら常磐線からできる E531 でございます。ただこれ僕どこ行くか全然分かってない。車両は分かるんやけど長っ。ご注意ください。まもなく4番線に各駅停車蒲田行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下げください。山手線と京浜東北線が、この付近は各駅停車タイプになるんですけど、あちらの、上の東京ライン、あちらは、直達タイプ、途中の新橋とかしか駅がありません。なのでこんな感じで向こうの列車は大体普通かとなります。京浜東北線を、ね、追いかけるようにまたまた山手線が続けてやってきます。山手線のね、新しい車両 E235系でございます。こちらの初線はもちろん日本を代表するね、環状路線ですので、車両のね、置き換えペースがとても速かったです。以前走ってた E231系っていう車両なんですけど、それはもう全部総武線に専属しまして、今はすべてこの E235系がこの大都会の山手線を担っております。また来た、すごいわこれ。さすが、もう昼間でもこんだけ本数があるわけです。この4番の京浜東北線が来たと思ったら、今度また後ろから山手線、もう昼間でもひっきりなしです。
新幹線も本当に3分に1本ぐらいのペースで走っておりまして、本当にあの日本の中心っていうのが分かります。で右上には東京モノレール、これは羽田空港へ行きます。もうえげつない量の車両がどんどん走ってきます。また来た。今度は同時出発を見ることができました。大概並ばないですけどね、この路線は。すごいな。同時に出発するとこ、これ初めて見ました。もう山手線は近やし、もうこっちも。この埼玉方面ももう近やしです。すごい量の電車。また新幹線。これ新幹線と山手線の本数競い合ってるんかぐらいの数です。今のところ山手線と新幹線のこの走ってくるペース一緒ぐらいです。めちゃくちゃむちゃくちゃ多いです。そして今度はあの急列車が走りました。これはなんだ、これあれかな、伊豆方面行くやつかな。特急列車の回送ができました。この先にね、車両センターがありますので、それの回送だと思います。多分伊豆方面から東京駅まで運用してきて、折り返し回送でこんな感じで車両センターに帰っていったと思われます。座席がそのまま東京を向いたままでした。多分そうですね、伊豆方面から帰ってきたやつですね。展示ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The train bound for 品川 and 渋谷will soon arrive on track number 3 for your safety. Please stand by. 右上にまた東京モノレールが。次の浜松町が終点ですね、あの東京モノレール自体は。ピンと普通操作しておりますが、各駅停止タイプのピンの普通には到底無理な話ですね。ご乗車ありがとうございます。
時刻というかその感覚が違うのでどんどんずれていくんですけど、どっかのタイミングでこの山手線と京浜東北線が並ぶタイミングがあるんですね。ただしかしやっぱり山手線ってやっぱ3分ペースぐらいで来るので、どうしてもこうやって京浜東北線その合間合間に来るっていう感じになっております。先ほどみたいにうまくこの重なるタイミングっていうのはちょくちょく外れていく感じです。ほんまさっきのね同時出発はね偶然でした。いやー本当にこの約10分ぐらいの間にこんだけの電車が通るとは思ってもいませんでした。すごいということでね、ちょっと多摩地域で簡単に撮影してみたんですが、いかがだったでしょうか。もうやっぱり東京ですよ。本当にあの大都会東京としか言えない本数の多さです。ということで、この動画はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。